はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテンツ、毎日更新でレトロゲームの動画をやっておりますよという感じですよ。はい、そんな感じで今日のゲームはこちらです。伝説のオーガバトルというですね、タイトルですね。まあ、名前はよく聞くというか聞いたことある感じですけれども、まあ、パッケージというか、パッケージじゃねえや、毎回も違う。カセットの表はこんな感じですね。まあ、伝説のオーガバトルなんでしょう。はい。まあ、RPG、シミュレーションですよね。間違ってたらごめんなさい。ファイナルファンタジータクティクスオーガとかをされた方ですか？はい。だったの感じだったと思いますけども、なので、まあ、いつもだったらね、毎日、一回ゲームオーバーするまでにどんな感じでしょうかっていう感じでやっているんですけど、今日は多分ある程度のとこまでやって、システムとか、世界観とかを見る感じになるのかなと思っておりますが、どうなることやらさっぱりです。というわけでやっていきましょう。よろしくお願いします。これこっちだった。コントローラーとマウスを間違えた。まあ、やったことはないんですよね。ゲーム画面を見たこともあるかどうかがちょっと怪しいというか、クエスト。摩天童子とかでおなじみのクエスト。お、多分中世的な世界観だと思うんだけどな。時代観。いにしえの昔？力こそが全てであり。鋼の教えと闇を司る魔が支配する。ゼテギネアと呼ばれる時代があった。はあ、ははあ、鋼の教えと闇を司る魔？おい。あったらしいですよ、そんな時代が。ニューゲームコンティニューか。ニューゲームコンティニュークエストコンポーレーションオールライトレシーブなんちゃらバックアップ4プレイオンスーファミシステム。ニューゲームしか選べないっぽいね。コンティニューは多分データがないのかな。前の持ち主のデータがないとかかな。どうだろう、コンマほっとらかせばまた最初が始まる。ああ、ここでオープニングだかプロローグだかか。マズシャン、タロットカード的な感じ。オーガバトルサーガーエピソード5。マーチ・オブ・ザ・ブラック・クイーン、プレジデント、エンパイ、エンプレス、賢者ラッシュディはかつての友であった。グランゼノビア王を暗殺すると北方の軍事大国ハイランドを率いる、女帝エンドラと共に4つの王国を相手に戦争を始めた。圧倒的な軍事力を誇るハイランド軍はわずか1年で大陸全土を制圧し、ゼテギネア帝国が誕生した。で、4つの国に喧嘩を打って勝ったわけですね、多分。帝国の支配はまさに、恐怖政治そのものであった。圧政から逃れようとする者たちや、旧王国派の生き残りには容赦なく追っ手が差し向けられた。密告裏切り人が人心を惑わし、多くの血が大地に流されていった。帝国歴24年。ほうほうほう。シャロームの辺境ではゼノビア王国騎士団の生き残りが、わずかな生き残りが、タロットカードみたいなのが22枚あるのか。最後の戦いを挑もうとしていた。というのがこの物語の始まりというか。だから、その、なんちゃら騎士団の生き残りとして、その、帝国をぶっ潰せばいいんだな。じゃあ、ニューゲーム行きましょうじゃないか。私の名前、ウォーレン。天空に浮かぶ、あまたの星々より、人の運命を垣間見る占星術師。あ、占星術師っていう言葉？ははは。あなたが我らのリーダーにふさわしいかどうか、このタロットで占ってみましょう。え？名前を教えてください。リーダーか。まあ、こうなっちゃうな。リーダーにふさわしい名前をつければいいんでしょ？もうそうなるとこうですよ。もう名字知らないたけしですよ。名前たけしでいいですか？いいですよ。もうそれこそリーダーでしょ。性別を教えてください。もう男でしょ。
誕生日言われても知らねえな誕生日知らねえな。お、激しい戦いの末、残念ながらあなたが指揮する軍隊は負けてしまいました。その原因はリーダー力不足、あ、指導力の不足、時の運。いや、リーダー不足でしょ。リーダーとしての器が足りなかったでしょ。後に覚醒するでしょ、スーパーたけしとして。あなたのミスがもとであなたの軍は退却しなければならなくなりました。あなたは何を考えますか。ほうほうほう、たけしとして、たけしとして考えるんでしょ。テンションで乗り切るはないのその場のテンションで乗り切るはないので、あの月島とか天童がちょっと苦労するっていうのはないのそれは運命ですよ。分かんねえな、たけしとして考えたら該当項目がないな。世界を支配し統治するために王者として足りないと思うのはどんなところですか。ほう、知性じゃないですかね。発展性、能率性、実効性。実効性は抜群ですよ。能率性、発展性。たけしとして考えるんでしょ。ちょっと、あんまりちょっとよく分かってないな。この選択肢の意味がよく分かってないな。このゲームを見せろよって人にとっては、このたけしのくだりどうでもいいからね。戦いの前夜、夜空にいくつもの流星が東に向かって落ちていきました。あなたは何を願いますか。ほうほうほう、幸運を、勇気を、勝利を。こんな感じはまあ勇気でしょうね。王様から魔法の薬を作るように命令されました。どんな薬を作りますか。え、どんな王様やの。魔法の薬、バカみたいな薬わかんないその王様をぶち殺せばいいっていう意味では、まあ、毒薬ですかね魔法の薬だから、攻撃あるいは王様をね、ちょっとやっちまう薬を作るか、まあ欲望か薬で金持ちになれると思ってるのがバカっていう意味で、王様にぶん投げたいけどね、この。不老不死、石化する薬とか作ったら不老不死だよね、ある意味ね。じゃあ毒薬で。よくわかんねえ。激しい戦いの末、ついに勝利を手にすることができました。何に感謝しますか。まあ仲間とかじゃない、じゃない多分。この場合は、たけしとして考えるんだったら。たけしと考えるんだったら、これとか言いそうだけど。俺か、やっぱり俺か、みたいなこと言いかねないけど。タルトカード1枚だけ選んでください。じゃあ、もうど真ん中でしょ。今、マイクが入ってるか確認しました。入ってるな。入ってるな。何フォーチュン。ねえ、我らがリーダーに勇気と正義、なんつった編成画面、モニター、データ、ホッツ、ホッツ、編成画面。たけしロード、切りつけるサンダーフレア、草原タイプ。フィリップ、ビーストテイマー。ホッツ、ファイター、ピピン。アットマークですね。草原タイプ、ああ、ムーブタイプ、草原タイプ。ああ、なるほどね。多分この、ああ、高低差に強いタイプとかが出てくるとか、そういうことかな。コスト125っす。この人だけコストとか書いてないですね。レベル1。あ、たけしレベル1じゃん。ほほう。どういう感じだ。何をするんだ。セレクトボタンで、この、あの、あれ、何ボタンの説明見れるらしい。ああ。
これで始まるのかな。さあ何が始まるんです。第1話旅立ち。お、なんつった、ボス装甲をぶっ飛ばせばいいんだな。レディー、イエー。どうすんの、どうすんの、ファルナミア。ダスカニア、ロシフォル教会、民家民家、どんな感じでしょうね。説明書なしで遊べるようなゲームではなさそうか。決算タロット編成画面アイテム、パーツ。あまりに何をしていいかゲームが分からなかった場合、この動画自体がお蔵入りになる可能性がありますから。あ、移動ができた。バトルコマンド編成、移動、移動したい地点にカーソルを合わせて A ボタンを押してください。適当に橋の手前とか。さあどうなります。どうもならない。あ、なんか向こうからハテナが動く。動きはしない。ユニット移動終了。そして別に何も起こらない。これはハテナハテナハテナ、何の情報もねえな。とりあえず交差点まで。相手は動きませんな。動かないのいいことに。じゃあどうする。もうこっちの町行ってみるか。あ、日が暮れる。大丈夫かな。え、山越えすんの。え、ちょ、山越えしろとは言ってないんだけど。山越えられるんだ。そしてえられましたね。貿易都市タスカニアを解放しました。はははリベレーション、自由だみたいな。タルトカード引きますか。じゃあどうぞ。プリエステスのカード引きました。ほう、 Thank you。 キャラクターの ALI なんでしょうね。ストックしますか。よくわかんないけどお願いします。都市教会解放でタロットカードを入手できたり、情報を聞くことができます。援助金をもらうことができます。まあ、この辺はシミュレーションゲーム特有の感じですね、多分。お金がないと軍を維持することができなくなってしまいます。で、都市はちゃんと解放しましょう。もう一度ご説明しましょうか。とりあえず大丈夫です。ご加護。情報は？情報聞くとかの件はいいのかな。うん、時間をさ、進めたいというか、まあこの教会の駒は海岸沿い行くか。相手のこっちも別に動きはないもん。ロシフェル教会を解放しました。レベラシアン。テンパラス、テンパラノス。Thank you。 カオスフレームは2ポイントアップ。何ですか？はい。
時間はどんどん流れていきます。決断が遅いと悪化していくことになります。夜中のうちに動くことが英断とは思えないというかな。うん、どうなんだろう。あ、スタートボタンでポーズで止められることができるぞ。敵と遭遇した時は時間の使い方がより大事になってくるぞと。敵ね、ご加護。スタートボタンポーズ。アイテム編成、タロット、決算の予想分散。とりあえずこのどうしようかな。そこにも突っ込んでいいのかな。移動終了。ちょっともうよくわかんないから、ちょっとやれることが今のところないよな。とりあえずじゃあ敵に遭遇しに行きますか。あ、帝国軍ユニットと遭遇しました。敵のユニットは描かれてないってことかな、もしかして。あ、我が城へようこそ。あなたをお待ちしておりました。あ、はい。もしかすると仲間になってくれるかもしれないね。悪しきゼテギネア帝国と戦わんでもなりませんとつけています。私は言ったのにみんな信用してくれないんだ。だって指導者にふさわしいか試させてはくれませんか。あー、この島都市境界を、解放してください。全てはそれからです。解放したい。え、解放したい。あ、ここで出会ったのね。えらいとこで出会ってんだ。え、ちょっと待って、解放したんじゃないの。え、え、もう一回って戻るよ。うん、だ、ウォーレン行けばいいんやろ。だからん、ウィザード。ああ、え、日が昇りました。メインコマンド表示されます。アイテムの確認、タロットカードの確認。うん、タロットカードにも何かしら効用があると。へえ、いいえ。解放した拠点に戻ってみましょう。まだ今んとこ、こう何をするゲーム、何をする、どういう動きかが分かってないですね。タロットカードを1枚手に入れることができますよ。戦闘シーンでのみ使用することができますよ。あー、ダメージカード、回復カード、あとまあいろいろな効果がありますよと。22種類あって14枚まで持つことができると。同じカードを複数枚とかっていう感じはなさそうなのかな、多分。オピニオンリーダーのパラメーターが高ければ高いほど効力が大きくなります。はあ、やっぱりいいです。たけし殿、
まあじゃあ戻れっつんならコマで戻りますか。一気に大移動。まだここはその情報収集だったりの場面であって、戦闘があったりはしない感じかな。エンカウントとか、あ、収入支出なんだかんだで繰り越し金だから5840円増えましたと。でランニングコストというか、あの費用で760円引かれてるわけですね。何引かれてるんですか。生活費か。え？え？情報変化してねえぞおい。もう一回ここに行けと。一旦戻ってみてはいかがかなを達成したというか、言われた通りやったよ。さすがにこの海のところ、浅瀬のところは進めないみたいですね。道なき道は進むものの、どう？だから何往復もして情報を仕入れろとの。使いが多いな、なんか。あ、キャラクターを復活もできるわけね。ほら、この辺の情報全部聞くまでは次の展開いかないな、さては。もうそこの海岸沿いの山道に道を作ろうぜ、トンネルを掘ろうぜ。それかまだこう解放したい拠点があるとみなされてるか。さすがにないよな。わかっとるわ。うん。その教会で聞けるチュートリアルをもうどんどん最後まで聞いたら気が済むかな。2つの場所でウォーレンさんがお待ちですよと聞いたということは、もうさすがにここに行けということでしょう。さすがに。ふう。北東の小島には隠れた城塞都市ゼルテニアがありますよと、ランスロットがいるのでお会いしましょうと。北東ここ？それ隠れた場所を探すのね。なんかそういう、あ、じゃあいろいろくまなく回るっていう感じか。そっか。それでも言われてないと気づかないよな。ここえいってやってみるか。渡れるの？そこのさ、離れ小島は渡れるの？浅瀬はなんとかなるのかな？ふう。拠点は通り過ぎる。
夜中にこの水場越えは危険だぞ。あ、ゆっくりゆっくりですけど進んでますね。少しずつこのあれが発展していったりとはしないわけかな。あ、ゼロ点に発見しました。発見って城塞都市を発見ってなかなか変だけど。ファインダーズ。あー、解放、リベレーション、わー、フォーチュン、回復しそう、ラッキーか。あ、なんつった、まあいいや。はい、ストック。ランスロット、ナイト。ウォーレンから話は聞いていたのか。ほう。グラン王の胸を離すため生き恥をさらしてきた。帝国を打ち滅ぼそうぞだって。イェーイ。てべ。たけしの家。じゃあ別動隊が生まれたってこと？お金がいるようか。だ、ランスロットそこなの。じゃあついでにちょっとここの小島行ってこいよ。この辺の森の中とかもなんかいるんじゃない？わかんないけど、エルフ的なやつらがいるんじゃない？どう？とりあえずこの島国や敵軍勢力は今のところいないのかな？リアルタイムでもことが進行していますってなると、ここでもたついていることにより、なんか後に苦労するみたいな。あ、何？埋もれた財宝を発見しました。ほうほう。ファインダーアウト。ホーリークラウンっていうのを発見したらしいですよ。入手したらしいですよ。その極地から極地、人使いが荒いわ。援助金は増えたか。城塞都市を発見したことによりか。ただこのユニットを増やしたことによりその分コストは増えましたね。まあそらそうか。まあまだ増やしただけでなく、なんか荒い人使いしてるから。どう、何もなかったらしい。ね、今日あのお金を払ってるわけだから、ちょっとある程度こう動いてもらうと。浅瀬はまあ一応移動できるということが分かったから。手に戻ってみれば、たまには町に戻ってみれば。なし。まあ、今のそんなに何をするゲームか分かってないですね。戦闘画面見たのは出ればだけど、あら、特に何もコメントはないらしい。
じゃあ合流しましょう。よくわかんないけど。ほなに。クラスチェンジ。じゃあ一応2体合流で。なんかやることあんのかな。まあ、帝国軍ユニットっていうか、ウォーレンでしょ。整ったらしいですよ。ちょ待てこらボケ。行きますよ。何ファイトアウト。じゃ行けよ。あの初戦がランスロット部隊なんですけど。あー思ったよりあれですね。あの今オートバトルっぽいですね。伝説のオートバトルですねこれ。あ X。アニメーションタロットか。あ今これ持ってるのか。セレクトボタンで効果が見れるかと思いきや、あこれか。エンブレスめっちゃいいカードじゃん。とりあえずオートバトルですね。あでももう終わりそうで、あ終わった。先ほどにも出てゴンス。お見事。力を認めたことでしょう。あのランスロット部隊なんだけどこれ。まあいいか。タケシ殿を預けることにします。タケシ今まだ橋の向こうにいるんだけど。ボルザークを解放しました。お花火。ここがここまでがチャプター1みたいなことかな。そしてこのマップをコングラチュレーションしました。ゴスゴスをもらいました。データをセーブできますよと。でシャロームの辺境、ここはウォーレンの城。あえてこのウォーレンの城マップに戻ることもできるわけ。ああね、さっきのマップに戻ることもできるのか。ここでもたもたしてたらさ、お金を稼げるんじゃないかな。その間もたついてる分世界が動いてるから。移動中私は集中度が切れてるんで、あの他のツイッターとか見ながらやってますよ。編成真の指導者。うん、この辺に何かないかだけ確認したら、もうでも気にはなるよねこういう。あおお財宝ファインダーウト。イスケンデルベイですね。あの有名なイスケンベルディを手に入れましたか。何ですかイスケンベルディベイってイスケンベルディを手に入れました。あ剣っぽい。違うこれアイコンか。たけしってどれだ？これ。あ、たけし。イスケンベルデイよ。はい。おお、めっちゃ良かった。
じゃあなんならホーリークラウンもそうにしようぜ。え、イスケンベルディとホーリークラウンは同時に装備できませんか。あ、減った減った。ちょっと待って、今アイコン、あ、武器と防具やったらいい装備できるやろ。ホーリークラウンはまた別の人が装備するといいのかな。編成、え、武士軍、ブルース軍、ヘンリー軍、アルテイシア軍、ヤコブ軍、ランスロット軍、ウォーレン軍に関してはなんか動物がいるんですけど、あ、ビーストテーマーっていうアイテム、山岳タイプ、草原タイプだから、どこを移動するのに適してますよ、部隊ってことか。なるほどね。ランスロット部隊がコストが一番高いということは、ランスロット部隊が一番こうパラメータ的に高いのかなとも限らないかな。なんかいろいろありそうだな。説明書と、まあ、と基礎情報がなければそこそこ厳しそうだな、いろいろ。オーガバトルシリーズはとても、まあ、ストーリーがすごく面白いよっていう評判は聞くからね。あとシステムも面白いよっていうか、まあなんか分かれば面白いんだろうな。で、あ、マップへ戻る。マップへ戻ることによりだよね。だからで、今ここのウォーレンの城周辺探索が終わったということで、じゃあ次は行くとすれば、まあここのシャロームの辺境の下りというかをするわけですね。セービング、セーブ終了。とりあえずここでセーブはしておきますけれども、まあまあまあここまでかな。一旦ちょっと、ここのエリアの冒頭だけ見ますか。とりあえずここで区切ろうと思いますけど、第2話だよね。ここでストーリーが進むわけですね。決起、まだ物語始まったばかりで、あることある。うわ、広い。だからさっきはそうね、ああ本当さっきの感じがチュートリアルだな。コスト、今この4万近いコストを使って、まあどこだった、スタート地点どこ、ここか。最終的にはここ多分ここの攻略をするんだと思うんだけど、それとは別で、あのまあ別でもいいし、同時でもいいし、ながらでもいいし、こういう拠点を攻略したりする本部隊がいたり、まあこういうちょっと怪しいところを探索したりする探索部隊がいたりしてもいいと。ただ移動する別動隊を作ってしまうと、その分移動のコストはかかるぞっていう駆け引きというかが判断がいるわけね。こことか絶対道つながってるから、なんか街あるもんね。まあだからで、ここの山岳地帯何かあると思いきや何もなくて空振りしたみたいなこともあり得るわけですね。初見で全てを探索するのは難しいだろうな。知ってればね、効率よく、まあ、ここ何かあるぜとか、ここは実は何もないぜとか分かる。ああで、そういうことをごちゃごちゃ考えてると日が暮れたり時間が進んでしまうから、ポーズもメニューを使ったりしてってことか。あ、さっきの画面が本当チュートリアルなんだな。移動の感じと別動隊の感じを学びなさいっていう。あ、でなんか敵部隊っぽいのがいる。こういうのと接触して、敵の部隊も見ることができるのかな。だから解放した拠点が取り返されることがあるぞっていうことか。マップをよく見とかないと
とのいつの間にか敵の部隊が現れて解放したはずの拠点がまた取り返されている可能性があるぞ的なことか。はあ、シミュレーションゲームにちょっと苦手意識はあるものの RPG の要素がこう強めに入っていることでちょっとやってみたいなと思うというか、とっつきやすいかもしれない。はい、まあ、とはいえちょっと そこまでやろうとすると長くなりそうなんでとりあえずここで区切ろうと思います。はい、というわけで本日お送りしたのは伝説のオーガバトルというですね、まあシミュレーション RPG になるのかなという作品でした。はい、というわけでもしよろしければ、チャンネル登録高評価などもいただければと思います。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。さようなら。